い、というわけでやってまいりました。今日はですね、フィットのねホームページから、iPhone や iPod を使って、実物大のニューフィットを体験できるということでね、この AR がね使えるんですね。早速ねちょっとやってみようと思うんですけど、ちょっとやってみましょう。まずカメラアプリをねポチッとで合わせるとすぐねウェブサイトに誘導されます。まあ、AR ってね拡張現実なんですけども、まあ、これをね、家の中でも楽しめるんですね。いろんな色のラインナップが出てきますね。あ、ツートンカラーも選べます。まあ、やり方もね書いてますね。この AR とこのオブジェクトっていうのがあるみたいですね。とりあえずこの白を押してみましょう。結構時間がかかりますね。ぐるぐる回ってる。お、来た。おお、あ、いきなり室内。あ、これそっか、距離感ね、距離感。これぐらい。わあ、引いたら、あ、フィットの外に出れた。これ外よね。これ今、実物大ってことか。わあ、こうすると、あ、室内がね。室内に入りました。ちょっと操作が結構難しいですね。あ、指2本でねこうピンチアウトできますね。あ、縮小できます。あ、そっか、こうしたらいいね。自分が動いたらいいんや。これそうそう、自分が動けばいいんです。AR こうして、あれ、なかなか難しいですけど、ちょっと運転席見たいんやけどな。あー、こうなってるのね。これエンジンかけれたらいいのにな。エンジンがかけれたらいいんですけど。で、シフトノブね、これ良くなりましたよね。ちょっと未来チックなデザインから通常のシフトノブに変わりました。で、ここね、ほら、カバンが置けるぐらい広いスペースがありますよね。コンソール広くなりました。あ、肘置きがねないんですよね。なんか肘置き、このなんていうの、この座席からこうパタンと倒れるタイプありますよね。ああいうのをつけてほしかったですけどね。おお、こうなってるのか。面白い。わあ、これ A ピラー極細のね。あ、いろいろこう見れるんですよね、こういうふうにね。いや、面白いわ。このオブジェクトっていうのが、ああ、オブジェクトはあれなんね。この AR 関係なしに、こうくるくる滑らかに見れる感じです。あ、これ見やすいわ。これルーセブラックメタリック。この色いいですよね。ちょっとメタリック派手な表現ですけど。ではね、今から外に出て私のフィットと比べてみようと思います。はい、今ね、AR で外に来ました。こんな感じなんですね。ほら、今ね、車止まってないでしょ？でもこっちにあります。これだいぶ引いた状態じゃないとね、映らないですね。ここまでバックして初めて映ります。ほら、ないでしょ？ちょっともう駐車場これ斜め止めになっちゃってますけどね。こう回り込んで、ああ、こんな感じで。これちょっと止め方悪かったな。あ、中に入れますね。今、中に入ってます。こうやって見るとね、A ピラー。極細 A ピラーっていうのがね、これで感覚的にわかりますね。これ今これ車ね微調整できましたね。微調整してます。ないよね。あるよ。ここにあります。これで今フィットの、私のフィットの真横ぐらい。
はい、いかがでしたかね、新しいフィットの AR 楽しいですよね。これねカシャッと撮って、このままねシェアできるみたいなんですよね。まあこんな感じでツイートしときました。私ねツイッターもやってます。ツイッターねほとんどね SNS ツイッターしか使ってないんで、皆さんこの機会に私のツイッター、こうしたね概要欄、貼ってますので、ぜひともね登録してくださいね。はい、というわけで、新しいフィットの AR を使って、体験してみたでした。じゃあね、ボーイシュー。